本の紹介。あ、本の紹介。こちら、こちらです。はい。そうですね。はい。軍事史とは何か。はい。フォースターニングはもちろん紹介するのはもう、はい、もちろんそうなんですけど、これはいただきましてですね。月刊花田。はい。それで、軍事史とは何か。そうです、ね。で、ちょっと今回アカデミックなこの3500円のする本なんですけども、はい、この著者の方と僕一人の著者の方とちょっと知り合いですね、うん、この番組で宣伝してほしいと言われましたんで、はいはい、宣伝します。はい。宣伝しましたよ。なんだそれ。いやいや、わかりました。はい、軍事史というものはですね、はいはい、日本の中であんまり軍事そのものの、はい、ことを、なんていうんですかね、まあ、戦争そのものですよ。やっぱり、はい、意味嫌われてたんですけど、はい、ドイツで新しく、その社会も含めて戦争ってなんだっていうことをやりましょうねってことで、新しくこの軍事史というものを、捉えるという新しい潮流がありまして、それを研究している方がいらっしゃいます。で、その方の、こうですね、はい、ここに、その本いただきましたので、ぜひ宣伝してくれと。はい。はい、僕の本もなんか宣伝してくれるそうなんで、はい。はい、で、フォースターニング、また今週もプレゼントありますんで、はい。募集してますんで、申し込みしてください。そうですね。はい。あ、この本、ちなみに、キューネ&ツィーマンという、まあ、ドイツ語の本をそのまま翻訳したものでございます。はい。はい、原書房からですね。軍事史とは何か、はい、3500円です。そうですね。